なんかこのキャラクター、なんかどことなく既視感ありますね。はい、どうもこんにちは。最近また YouTube で TikTok が流行ってるみたいですね。まあ、今回はですね、前回に引き続き YouTube の広告でよく見るけど何のゲームかわかんないゲームやっていこうかなと思います。今回やるアプリの名前はこちら、王に俺はなる、てっぺんを目指せです。まあどこぞの海賊漫画のセリフにものすごく似たアプリの名前ですけど、評価の方は8100票入って 4.5。 もうバケモンっすね。でこちら iOS のセールスランキングなんですけど、まあ、前回マフィアシティというゲームを紹介しまして、まあ、結構動画内でボロクソに言ってたんですけど、こちら、まあ、51位ということで、まあ、クロウィズだったりスクエスだったり、まあ、結構知名度のあるゲームと同じくらい売り上げがあるみたいですね。まあ、結構人気があるということで驚きました。で今回紹介する俺は王になるっていうゲームなんですけど、それはですね、こちらですね、81位ということで、まあ、これまた結構売り上げ高いんですよね。まあ、グラブルの下ということで、まあ、グラブルはちょっとよくわかんないんですけど、まあ、PUBG モバイルと同じくらい売り上げがあるということで、まあ、なかなか人気のゲームなんですかね。前回のゲーム同様、CM ではよく見るんですけど、何のゲームかわからないということで、まあ、今回ちょっと調べてきたんですけど、まあ、簡単に言いますと、中国の宮廷を舞台にした小作りゲームみたいです。まあ、ゲームのジャンル的には RPG っぽいですね。王権のために世界1000万プレイヤーと一緒に競い合おう。まあ、結構なんか人気あるみたいですね。ということで、まあ、実際に撮ってみたんですけど、もうなんか最初からインパクトめっちゃ強いっていう、なんか溢れ出る中国ゲーム感というか、なんか日本のゲームっていう感じはなんかしないですね。まあ、スタートしていきましょうか。あ、なんかキャラメイクあるのか。これめっちゃオグリシュンっぽいな、さっきの。どれだ？これか。そうでもないな。あ、女の人も作れるじゃん。え、これ女にしてやったらどうなるんだ。え、女になると相手が女になって、男でやると相手が男になるってことですよね。じゃあ僕男だから男でやんないとやばいことになりますよね。まあ、さっきのあのインパクトの強かったこの坊さんにしよう。よし、名前は坊さんでいきましょう。キャラを作る。おお、なんかいろいろ話が来ると、コンコンコン、お父上似てるな結構。あ、お父さん死んじゃった。でこっからなんか家業に合格して、なんかこう宮廷に仕えるっていう感じみたいですね。なんかめっちゃ強そうこの人。あ、なんか終わった。なるほど、押しなさいと。あ、なんか押すだけでいいんだ。なんかザ・ポチポチゲームって感じですけど、まあとりあえずなんかこれを上げていくと。なんかこれ昔こういうゲームなんかモバゲーでやったな。おめでとうございます。ありがとうございます。昇級と資質向上は属性を高めることができます。属性、本当だ、なんか属性ってある。下にありますね、説明してくれてますわ。あー、こうやってなんか育てていくんですね。あー、なるほどなるほど。え、このじいちゃんたちを育てるゲームなのかな。なんか初回特典とかありますけど、なんかもらえんのかな。初チャージしたら独眼竜王伊達政宗ゲット。いや、これ中国のなんか秦の時代って書いてありましたけど、伊達政宗って思いっきり日本人じゃないですか。まあなんか課金したら
伊達政宗がもらえるってことなんですかね。あ、なんかメール来てますね。あ、なんか赴任おめでとうございますって。10万人突破。お、なんかいろいろもらえましたね。あ、宮本武蔵もらえてる。やった、10万人突破ってことで宮本武蔵もらえましたね。かっこいいイケメンだな。関所に行きましょうか。あ、なんか対決マークありますね。なんだろう、近くまで行ってみるとなんと男性が女の子に絡んでいるようだ。なんかいかにも遊び人っていう感じの子だな。お、なんかすごい綾瀬はるかっぽいっすね。あ、なんか勝った。なんだこれ、ブッダな。私の名字は、読めねえな、これちょっと難しくて全然読めないっすね。綾瀬はるかさんと呼びましょう。やばくない、これずっとやってると僕の兵士今まだ25万はいるんですけど、もう最初に比べて15万人くらいいなくなってますね。一番最初確かここに乗り込んだ時40万いたはずなんですけど、もう25万しかいない。資産を経営すれば兵士が獲得できますよと。宮本武蔵だ。こっちは門閣をタップして選択する。レベル低いんですけど、戦闘力はやっぱ宮本武蔵が一番ということで、ここは宮本武蔵で行きたいと思います。回戦。ワンパンでしたね。逮捕成功。あかん。牢屋システム、毎日犯人を懲戒すると豊富な報酬が獲得できると。囚人を懲戒する。毎日反省してます。何これ。いや、すごい、なんかその恋愛要素むっちゃ気になるんで、せめてそこまで行きたいなって思うんですけど、本館の屋敷に運んでいい、裏金であるならば難民たちに配っていい。あ、召喚マークが光ってますね。召喚と、お、君と我が娘との縁談も取り付けていたのだ。お、これ来たんじゃないのかな。わー、なんか来ましたね。旦那様って言ってますよ、旦那様って。お、綾瀬はるかさんとやっと会えましたね。まあとりあえずなんか、そうだな、なんかランダム召喚ってやつを押してみましょうか。旦那様がお連れのところに見るに忍びませんわ。あら、これちょっとまたこのパターンのやつですか。あれ、寵愛。まだこれ課金アイテム使ってみましょうか。どうなんだろう、寵愛してみましょうか。あ、なんかあら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 、子供生まれちゃいましたよ。子女の属性は母親の親密度に影響されます。親密度が高いほど子女の属性も高くなりますよということで、そういうことなのか。これが子作りゲームと言われるゆえんなんですね。ここで要はお母ちゃんを選んで子供の個体値を厳選しろっていうことなんですね、これ多分。で、この 温床っていうので、まあ、この親密度が上がったりしてですね、この親密度が高くなるほどこの女の人のこのなんだろうね、個体値的なやつを子女、まあ、子供が受け継ぐっていうシステムみたいで、親密度を上げて、そのいい女の人の個体値をそのまま受け継いだ子供を産ませて、でその子供を育てると他のプレイヤーの子供となんか結婚できるようになるみたいで、でその結婚すると他のプレイヤーのなんかこの
ステータス的なやつをこうボーナスを受け取れるみたいなんで、まあ、このシステムを一応なんかサブ的な要素で重要っていう感じみたいですね。はい。あ、なんか日本人が喋ってる。おはようございます。おはようございます。仕事なので時々チランインします。あ、結構なんかフレンドリーっすね。いってらっしゃいって僕も書いておきます。